私が好きなルーナっていうのはさ、変わってないルーナが好きなんだよね。オフで遊んだ時のルーナも同じ感じで、その、うん、マイペースに自分らしく、うん、なんかそのちゃんとする時はちゃんとしようみたいなのとかしっかりしてるんだけど、うん、なんか別にね、気許してる相手とかになんかゆるくジャブかましたり、時々ね、なんかボケてたりとかするようなそんなルーナが私は好きだよ。変な、恥ずかしいよ、うん、でもなんかゲームとかはさ、一生懸命やったりとか、負けず嫌いね、自分で自分の力でクリアまで目指すみたいな、そういうなんか姿勢とかすごく好き。ルーナタンはフンタンはね、喋り方が、うん、なんだろう、優しい。そうかな。なんだろう。言葉が優しいんだけど、言葉も優しいんだけど、なんだろう。うん。言葉のその文章というか、なんかね、言葉地にというな、なんだろう、なんかね、すごい、褒められ、なんか褒められ、あ、難しいな、言葉が。なんかね、優しいですとか、優しいところが好きとかじゃなくて、なんだろう、なんか本当に、言葉が綺麗っていうか、うまいっていうか、なんかね、言われてすごい嬉しくなる。本当、なんかそんなこと言われたの初めてだよ。ありがとね。なんだろう、本当、素直に、なんだろう、気持ちが伝わってくるっていうかね、なんかね、なんか普段は違うんだよね。なんかね、思うの。フータの配信とか見てても、うん、なんか違う。どう違うの？難しい。ちょっと、ルナの語彙力がないから、伝えられない。なんかね。うん、でも、わかるってみんな言ってるよ。でも、なんか、一生懸命ルナが伝えようとしてくれてる気持ちはすごいわかる。あ、ほんと、うん、ちょっとうまく言えないんだけど、でも、そういう、なんか優しい。喋るところが好きです。何？な、急に何それ？柔らかく喋ってみようと思ったんだけど。それ柔らかいの？そういうんじゃなくて、言葉が。そういうんじゃない。違う？それは違う。あ、照れ隠し、これ照れ隠しなの、うん、やめな、詰めるのやめな。